アメリカでのたり死に寸前の最低の話です。子供が泊まりの、友達の家に泊まりに行くんでね、ちょっとついていきます。昨日は、今日が10月の19だったかな、土曜日なんですけども、昨日金曜日に私初めてこういう言葉を聞いたんですよ。ダークツーリズムっていう言葉を初めて聞いたんですね。で、ダークツーリズム、私49歳でアメリカに20年住んでて昨日初めて聞いたって、恥ずかしいですね。でもいいです。で、知ってる人多いと思いますけど、ダークツーリズムってこういうことですよって、解説とか説明するっていうことではなくて、何ですかね、ダークツーリズム、私はこういうふうに捉えましたっていうふうにこの動画では言おうかなと思います。ダークツーリズムは、人類の悲劇が起こった場所にそこに訪ねていくっていう、そういうことみたいですね。ちょっと私素敵な言葉が出てこないんですけども、代表例としては、日本では広島とか長崎の、原爆記念館とかで、ヨーロッパだと、第二次世界大戦で有名なアウシュビッツ強制収容所、なんかアウシュビッツっていうのはドイツ語なんですかね。で、場所のあるポーランド語ではあれなんて言ったっけな、あれオスチエンチュームとかなんとか、最後なんとか産むっていうんですよね。で、ちょっと こういうことちゃんとメモとかすればよかったんですけれども、すいません。で、ここが私が住んでるとこの街並みでございます。で、私、主人にですね、ダークツーリズムって聞いたことあるって聞いたら、知らない、初めて聞いたって言って、で、うちの子供が今中学1年生の2学期ですけども、聞いたことあるって言ったら、あ、ないよって言うんですよ。で、じゃあ、私たち今年の夏に飛行機のレイオーバーで5、6時間ほどオランダのアムステルダムに留まったことがあったんですね。で、その後香港に向かって行ったんですよ。で、ダークツアリズムってもう、どこに行ってもダークツアリズムになっちゃうかもしれないんですけども、あとアメリカでですね、私は一応ワシントン DC と、あとロサンゼルスに同系列かどうかわかんないですけども、なんかホロコーストの博物館、一応両方とも行ったことがあるんですよね。で、それはカリフォルニアの時は、なんか授業の一環で、デザインの授業の一環で、そこの博物館に行ってきて、なんか感想を書くとか、そういうのが美術のデザイン の宿題であったんですよね。で、ワシントン DC のホロコーストメモリアルの博物館は近所の、日系3世と日系4世の、ご家族が最低限の朝も一緒に行くって言ったことないでしょって言って、はい行きますって言って行ってきたんですよ。あの頃まだ子供が生まれる前の話ですね。ってことは18年ぐらい前かな。で、ってことで、ダークツーリズムって結構身近な話でもあるんだなって、ちょっとこの遠くに見えるオレンジ色は、ハロウィンの、飾り付けがそろそろ
まあ、出てきたっていうことで、はい、まあ、こういう感じでございますね。はい、で、まあ、ハロウィンもね、なんか子供に対、子供が被害に遭うような、なんかそういう、事件とか起こると、ハロウィンが下火になっちゃうんじゃないかとか、今年でもう終わりになっちゃうんじゃないかとか、ちょっとそういう心配とかしたくなっちゃう時もあるんですよね。はい、で子供を送り届けたんで、私これからまた歩いていきます。ちょっと息がゼーゼーしてしまってすいません。で、あれどこまで話したんだっけな、あ、ダークツーリズムで、なんか現ウクライナですかね。で、それの、チェルノブイリの、事故の、あの場所も、なんか今、ホテルとかが、こう、あって、で、まあ、それ観光に、まあ、使っているっていうことで、そういうのが、なんかこの、まあ、復興するのに、まあ、役に立っているとか、役に立ったとか、そういう話とかも聞きましたね。で、そうだそうだ、今年の夏、オランダに、アムステルダムに5、6時間飛行機のレイオーバーで行って、でその後香港に行きましたっていう話なんですけども、まあ詳しい方は知ってる、そうだよねって思うかもしれないですけども、本当は私、そうだ、香港の方は、香港の、なんか歴史博物館、そこに、まあ、行った時に、いわゆる、怖い写真があったらどうしようとか、ちょっと思ったんですよね。で、特に白黒写真って怖いですよね。白黒写真を怖いと思っている人は結構いると思うんですけども、まあ、まあ、日本軍が、いた時代のことも、まあ、語られているんで、怖い写真が出てきたらどうしようとか思ったんですけども、まあ、なかったですね。まあ、そこの歴史博物館は隣になんか科学のなんたらっていう、そういう博物館かな、なんかそういうのもあって、なんかで近くに公園とかもあって、まあ家族で来る、まあ、子供連れとかで来る、そういうところだから、いわゆる残虐な写真とかがないのかなとか、まあでも、博物館って展示してなくても、 いろんな今現在その当時展示してなくても、なんか倉庫の中にたくさん眠ってるのとかがあるとかって言いますよね。スミソニアンでもこう回数だけ訪れた回数だけ展示品が違うとかなので、多分そういう私が見るの怖いって思ってた写真とかも、まああるかもしれないですよね。で、そういうのも、まあ、もしかしたら、まあ、年齢制限とか設けられてるかもしれないですよね。何歳以上の人はこっから先は入りませんとか、そういうのが、まあ、あるかもしれないですよね。その例えばですね、日本軍が日本刀を振るってるような、そういう怖い写真とかね。で夏休みの旅行が終わって家に帰ってきた時、ちょっとそういえばオランダアムステルダムといえば、そういえばってちょっと思ったんですよ。何かというと、オランダは反日らしいとか、なんかそういうの聞いたことある人いらっしゃるかもしれないんですけども、それを私すっかりちょっと忘れていたんですよ。で、まあそれはヨーロッパに旅行に行くと、例えばフランスと、まあパリとかロンドンでも、まあどこでもいいんですけども、まあやっぱりまあヨーロッパって一、まあ元はといえば白人の国だし、で、まあ、私はもちろんアジア系なんでね、ちょっと差別とかされ
ったらどうしようとかされるかなとか、そういうふうに考えながらちょっと旅行に行ったりするんですけども、でそのオランダって第二次大戦中にその慰安婦の人が、何人かちょっと分かんないですけどいたっていうことですよね。で私も詳しくはよく分かんないんですけども、そのジャワとかインドネシアの そこの慰安所では一番上に君臨するのがオランダの白人の人で、その次がオランダとそのアジア人との混血の人で、その次がいわゆる現地のっていう、なんかそういう格付けみたいなやつがなんかあったらしいとかって、で格付けでも上だろうが下だろうがもう本当残虐な話ではあると思いますけども、多分それでだろうなってふうには私思うんですよね。そのもしもそのオランダでオランダは反日っていうのがどのぐらいっていうか何パーセントの人が反日とか、ちょっとそういうのはパーセンテージとかわかんないですけども、であと旅行に行ったと思い出したのはですね、私より20歳ぐらい年が上の、日本人の女性が今ガレージ開けました。私より20歳ぐらい上の人がご主人がオランダから移住してきた方だっておっしゃるんですね。でその方とその結婚するときに多分、そうなると40年ぐらい前の話ですかね。でその時に日本人はどうのこうのっていうことを、そういうことを言われたっていうふうに言ってます、おっしゃってましたね。はい、それでですね、ダークツーリズムがその一応代表格がその広島長崎とかそのアウシュビッツとかビルケナウとかそういうところで、アメリカでも日系人の収容されていた場所とかそういうところとかだと思うんですけども、そういうふうに範囲とかを考えると、どの旅もダークツーリズムになるのだろうなっていうふうにちょっと思いますね。で、例えばそうですね、そのダークツーリズム偉い人たちによる定義付けとかもなんかあんま決まってないみたいなことを、その私の大好きな、好きになっちゃいけないんですけど、ウィキペディアにそういうこと書いてあって、でじゃそうなると日本人に恨みを抱いてる国とか、それも、ダークツーリズムになるかなとか、あとはアメリカを反米の国々に行くこととか、要するに自分らを嫌う、自分たちのことを嫌ってるとか恨んでる、そういう国とか場所に行くのもダークツーリズムになるかなとか思うんですよね。で、もうすぐ15分になってしまう、すいません、続きはいつになるか分かりませんが、いつもこんなですいません、ありがとうございました。